皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、お腹の脂肪を落とすコツについて解説をしていきたいなと思います。減量が終わって激太りした私が言うのも説得力がないかもしれませんけども、一応ですね、バッキバキまで絞った経験のある私がですね、お腹を痩せるためのコツについてね、こんな太った状態で恐縮ではございますが解説をさせていただきたいと思います。ズバリですね、お腹を痩せさせるためのコツ、これはもうですね、正しい食事管理と運動を組み合わせてダイエットしていくしかないです。この運動を1分やったら痩せますとかね、もうこのサプリ飲んだら痩せますとかね、そんなうまい話は残念ながらありません。もう地道に全身の体脂肪を落としていくつもりでダイエットをしていただくしかありません。残念ながらですね、はい、もうちょっと詳しくですね、解説をさせていただきますけども、基本的に体脂肪というのは全身均等に増えていくものなんですね。なのでお腹だけどん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 体脂肪がついて太っていくっていうことは基本的にはありえないです。お腹が目立つんで、お腹だけ体脂肪がついたように感じるだけで、実は腕とか足とかね、お尻とか、そういった他の部位にもしっかり体脂肪って増えていっているので、基本的にはそのお腹を引っ込めるためにはしっかりと食事の管理と運動を組み合わせて全身の体脂肪を落としていく。そうすることでお腹が引っ込んでいくというようなアプローチを取る必要があります。まあ、ただですね、中には特殊なケースとして中心性肥満というね、症状もあったりします。ただこれは体の、ね、内分泌系の異常とかホルモンの異常で、そもそも、ね、体がもう治療を必要とするような異常な状態になっている場合に限ったことでありますので、特にね、副腎とかね、腎臓の働きが異常をきたしてしまった方なんかに見られる症状なんですけども、なのでそういうね、本当に治療が必要になるような特殊なケースを除いて、お腹だけ体脂肪がついてしまう、で他の部位には全く脂肪がつかない、そういうような状態には、まずはならないということは、まあ、安心しておいてください。まあ、なので逆を言うと、そのお腹だけ太ってきたなと感じている時には、実は他の部位にも体脂肪がついてしまっている状態なんだよということはしっかりね、知っておいてください。なのでしっかりね、食事の管理と運動を組み合わせて全身の体脂肪を落としていく必要があるんだということはしっかり覚えておいてください。何事にもね、近道はありません。地道なね、努力を継続して体脂肪を落としていくしかありません。私もね、ルーティーン動画をお見せしてきましたけども、1月からですね、10月まで地道に地道にダイエットを続けて、しっかり体脂肪を落としたようにですね、お腹も体脂肪を落としてお腹痩せするためにも、実は地道な努力が必要なんだということはしっかり理解をしておいていただければと思います。じゃあそのための食事の管理のやり方とか、運動、どういう運動をしたらいいのかというのはまた別の動画でね、解説をしておりますので、そちらご覧いただければなと思います。はい、今回はですね、お腹を痩せるためのコツについて解説をさせていただきました。お腹痩せのコツと言っておきながらね、そんなものはないというご回答になってしまいまして恐縮なんですけども、まあこれが現実ですのでね、しっかりその現実を受け止めていただいて、地道に一緒にね、頑張っていければと思いますので、他にも何かね、気になることがあればぜひコメント欄で質問していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。